土曜も相まってるでしょ、不成就日でしょ、トズでしょ、黒日でしょって言って、もう本当にちょっと恐ろしいのに日曜日なんですよ。ここでしてる方はもしずらせるなら今からでもずらしてもいいんじゃないかなと思います。ぜひともご検討してみてください。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ皆さん、6月の最強方位月、旅をして楽しんで運気アップしていただけましたでしょうか？まだまだこの1年間の半分といったところではございますけれども、せっかくなので、どんなことあったよ、こんなところ行ったよありましたら、ぜひともコメントの方楽しみにしております。ということで、今日は今年の夏の土曜期間はやばいということで、夏の土曜も絡めながら7月の危険日について、強報についてもしっかりとお話の方させていただきます。皆さん、手帳の準備よろしくお願いいたします。さあ、ということで、2023年7月、土の戸の羊の月、三匹木星中宮の1ヶ月間でございます。7月の7日の金曜日、午後遅い時間ですね、5時25分から、8月の7日の月曜日までの1ヶ月間なんですけれども、今回は夏の土曜期間中というのがございまして、7月の20日の木曜日から夏の土曜入りということになって、次の節明け8月の7日月曜日までということになるんですが、立秋秋が始まるのは8月の8日になります。午前夜中ですね、3時20分のお時間から節明けということになりますので、狭間の時期なので夏の土用の木も残っていると言われております。8月8日いっぱいぐらいまで気をつけるような心がけが必要だと思います。さあ、そしてこの夏の土曜期間、超気をつけたいのが、7月の25日の火曜日から8月3日の木曜日までの、この期間が、十方暮れという期間になります。監視総国と言われておりまして、結婚とか移転開業、不和が生じやすいと言われている、上下の組み合わせがあまりよろしくない期間が、土曜中の中にぐっと食い込んでくる期間になるんですね。ぜひともね、皆さん、年に4回来る土曜の動画ってまとめておりますので、しっかりと見ていただきたいんですけれども、改めてこの7月中には、夏の土曜についての回避法だったりお話ししていきます。土工人様が土の中に入って次の季節に入れ替えるためにエネルギー変えていく期間なので、土に触ってはいけませんよという期間になるんですけれども、春夏のエネルギー陽の時期から、秋冬の陰の時期に変わる夏の土用は、冬の1月の土用に匹敵するほどきつい時期でございます。夏休み期間、お引越し多くなると思いますので、マビなど使って剪定するためにも、次の大吉日の方はしっかりと押さえておいてください。さあ、そして7月の強報についてもお話をさせてください。東の30度暗検察になっていきます。多動的にいろいろと厄介ごと降りかかってくるような方角になりますので、常に気をつけながらいけないかなと思います。土曜前まで強作用でとっても強くなってしまいますからね。さあ、そして西側の豪札の方角30度ということで、東京都内の方っていうのは、名古屋、大阪、広島あたりから福岡までずっと西って広く入ってくるんですよね。豪札といえば食中毒、食あたり、体の不調気になるところでございます。ぜひとも気をつけていただきたいです。さあ、そして最後に一番きつく出てくるのが、北東の月波60度というところになってきます。順調に進んでいたことですらも破れやすいと言われています。北東は60度と非常に広いです。私の埼玉の家からだと茨城方面、宮城方面、岩手方面、かなり広くあるんですけれども、方位でね、破れを使うというのが非常に後から軌道修正しにくい強作用の一つでございますので、気をつけたいところです。よく皆様にご質問いただくんですけれども、旅行が一泊で入ってますとか、仕事があります、だから毎日行っちゃいけないんでしょうかという話をお聞きする機会が多いんですけど、こちらについても暦塾の方で詳しくご説明してます。ご納得いただけると思うので、ぜひともこちらの動画をご覧いただきたいんですが、方位ってお時間の方角だったり、お日にちの晩の方角っていうものが優先的に出てきます。私が今言った超強方位というのは月の晩なんです。お引越しされ
される方は行かざるを得ないという方もいらっしゃいますから、回避法というのはお一人様お一人様、家族の方関係性によってもだいぶ変わってきます。気になる方がいらっしゃったら、ぜひとも鑑定士の方にちゃんと自分から相談に行った方がおすすめです。この調教方位三方位、ぜひとも気をつけてみてください。さあ、それでは危険日の方のお話をさせていただきます。大凶が重なる複雑な危険日、10日間のご説明の方させていただきます。私が毎月お話ししている十二直というのは、大安であったとしても危険日、仏滅であったとしても大吉日ということもございます。皆様あまり聞きなじみがないお言葉かもしれないですけど、少しずつ皆様に十二直というところもあるよというのを理解してもらいたくて毎月お話をさせていただいております。さあ、十二直破れいきましょう。この破れというのは全てが御破算になってしまうようなお日にちなので、契約事だとか決め事、公的なもの、一切合切よろしくないですよと言われているお日にちです。7月の18日火曜日、借光の日にちでございます。この日新月なんです。初めて皆様にお話しします。十四というお日にちです。コメントの方にも十四なのにいいんですかとか多かったんですよ。今まで私の危険日大吉日の方でも下段というところが出てこなかったので、どう考慮したらいいですかっていうところも相まってなんですが、暦ってね、ほんといろんなところ見なきゃいけないんですよ。すべてパーフェクトという日はとても少ないんですけれども、具体的なことに対してこれだからやめよう、これはいいでしょうっていう判断はプロにしていただいた方がいいと思います。今回は新月なんで月も偏ってます。なおかつ破れのお日にちで、十四というお日にちでありますので、気をつけたいなと思っております。また下段については今度詳しく暦塾の方でもお話ししたいと思います。さあ、そして破れの日にち、7月の30日日曜日、借光の土のとの牛の日で、土用の牛の日なんですよ。今回1日だけです。この土用の牛の日というのは、羊の月の牛の日ということで、撃退の作用があると言われております。うなぎを食べたり、うのつくものを食べると言われているお日にちなので、これについては夏の土用の動画でね、もうちょっと詳しく話していきます。さあ、そして十二直、危ぶの日でございます。7月の7日の金曜日の借光の日にち、これね、節入りの日にちで、七夕の日にちなんですよね。夕方の5時25分から節入り、それまでは6月切り替えの時期であり、なおかつ危ぶの時期なので、不安定なお日にちなんですね。判断したりとかすることもあまりよろしくないですし、危険なね、行動とかは避けましょうということは気に留めておいてください。ただし、七夕のお祭りに行っちゃいけないとか、どこかに行っちゃいけないということではございません。危険に及ぶことを気をつけてくださいということになります。さあ、続いて7月の19日の水曜日、先がちの日にちと、7月31日月曜日の先がちの日にちも、危ぶの日にちでございます。19日は土曜になる1日前なんですよ。1日前が危ぶ。そのもう1日前の7月18日も危険日の破れの日っていうことは、土曜入り前がやばい、大凶が重なる複雑な危険日なんです。ここから不成就日の話もしていきたいと思います。物事がすべて成就しないと言われているお日にちで、決め事あまりよろしくないお日にちなんですが、7月の8日の土曜日先がちの成立の星と書いて十二直、なるのお日にちなのに不成就日。さあ、そして7月16日の日曜日先負けの、物事決めていくのにいいですよと言われている十二直、サダンの日にちなのに不成就日。そして7月23日土曜中ですね、大安の十二直とずの日にちなんです。いろんなものが閉じていくお日にちで、なおかつ引っ越しできない三輪母プラス下段黒日という、またこれも重視と同じようなぐらい強く危険日なんです。さあ、そして最後に7月31日月曜日、先ほど言った十二直危ぶの日にプラス不成就日が一緒にくっついてるというお日にちなんです。旅行に行っちゃいけないとか、そういうことではございませんので、成就しなければならないものを契約するなら、この日は避けましょうということとして理解してください。さあ、そして夏休みはお引越しもございますので、三輪坊も気をつけていきましょう。
7月の11日の火曜日が十二直トズの日にちなんですね。対願成就日なんですよ。願い事が叶う日なんですね。ただ三輪坊なんで引っ越しは絶対に使えない。なおかつ大土と言って土いじるのダメなお日にちなんです。土曜の前だからやっちゃえとかっていうのもあまり良くない。対願成就日大吉日としてみたらどう考えるかというのは次回の動画でお話ししたいと思います。さあそして7月23日の日曜日、これが土曜も相まってるでしょ、不成就日でしょ、トズでしょ、黒日でしょ、重なってますみたいな日なんですよ。日曜日なんですよ。ここで引っ越し計画してる方はもしずらせるなら今からでもずらしてもいいんじゃないかなと思います。ぜひともご検討してみてください。さあそして最後に8月の4日の金曜日が、これまた十二直トズの日にちなんですけど、三輪坊なんですね。なんと転写日なんです。転写日だから引っ越そうっていうのは違いますからね。あんまりおすすめできないなという感じではありますので、転写日のやることの開運法というのは別の意味がありますので、こちらも大吉日の動画で詳しくお話しします。ということで、今回複雑だったし難しかったし、十四とか黒日とか皆様にも初耳だと思います。他にもまだまだ言ってない28色下段の中ももっと複雑ないっぱいあるんですよ。すべてを取り入れて見ていくってなってくると、やっぱり判定してるお客様の今の状況や暦の日にちを選定させていただく。車を買いますといえば中古なのか新車なのか、いつ買いたいのか、いろんなことを聞く。引っ越しの件もいつどこに誰とどうやって引っ越す、会社を起業する、作る、一人一人ケースバイケースで違ってくるものを、その人用に暦というのはしっかりと選定していくものになります。今はね、私は全世界の皆様にこのようにして YouTube で配信させていただいているので、ピンポイントというところでお話しするわけにいかないので、かいつまみながらになってしまいますが、ちょっとずつ覚えていって勉強していってもらおうと思ってお話をしていますので、皆様の参考にしていただければと思います。次回の動画、大吉日について詳しくお話ししてます。そちらも要チェックでお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。